はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回は中学社会の語呂合わせということで、歴史の分野ですね、下関条約の内容、こちらを覚える語呂合わせをね、紹介していきたいと思います。まずはね、下関条約のね、簡単な解説の方からやっていきたいと思います。はい、ではですね、この下関条約とはね、そもそもまあどんな条約なのかっていうかね、中身を見ていきます。1895年に結ばれた日清戦争の講和条約、まあ、当時ね、そのね、日本と清、まあ、あの中国のその頃の、あの国ですね、清、日本と清が戦争して、そのね、講和条約としてこの下関条約が結ばれましたと。で、その内容として、まずね、1番目、朝鮮の独立を認めると。で、まあ、このね、朝鮮っていうのはずっとね、歴代の中国王朝の、まあ、属国ね、属する国として、あの、まあ、ずっとね、やってきてたということなんで、ね、このね、この時点でこの朝鮮っていうのが、まあ、この秦のね、属国なのか、それともね、ちゃんとした国なのかっていうのがね、曖昧でしたと。で、なので、そのね、朝鮮はちゃんと独立した国ですよっていうことを、あの、日本が秦に認めさせたと。で、2番目がね、遼東半島、まあ、もしくは遼東半島ですね、と台湾、澎湖諸島、まあ、澎湖諸島っていうのは、台湾と中国大陸ですね、の間の海にね、ある島々が澎湖諸島ね、それを日本に割譲します、譲りますと。で、あとはね、賠償金として2億テールをね、支払った、清が日本に賠償金を支払いましたと。で、この3つをね、覚える語呂合わせがこちらですね、ちょうど立方体倍とちょうど立方体倍と、まあ、あの、この倍はね、あの、九州の方言ね、あの、九州の方言で最後にエコビンね、この倍っていうのがね、ついてるという感じですね。で、まあ、イメージとしては、なんか箱があって、で、その箱がね、あ、ちょうど立方体の形をしてるぞっていうふうにね、まあ、九州の人が言ってるというのをイメージしてもらうといいかなと。で、この長度がね、朝鮮の独立ね。立方体が、まあ、里が、辽東半島ですね。で、方がこの澎湖諸島。で、台が台湾ですね。で、この倍が、賠償金という感じでね、覚えてもらうといいかなと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。